はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジシャドウズオブローズ、前回ですね、まあこの力を手に入れて、で一応金婚の核みたいなのを破壊できるようになって、で核を破壊するのには特にもう近づけば破壊できるっていう状況で、ただ敵にも使えるようになったんだけど、敵に使うためには右下にあるゲージですね、なんか球根みたいなやつ、あれがないとちょっと使えないということで、一応これがね回復できるやつらしいんだけど、見る限りちょっと使ってみよう。2か、2回復か。あ、なんかまたある。ここ癒しだな、マジで気をつけろ。そうは言ってもあんなのがうろうろしてるんじゃ気をつけようもないよ。逃げろ。そうだね、全部とは戦えないし。え、なんかくれ今回くんなかったまあいいや、先へ進もう。で目的地はだからこっちまっすぐ行って右か。これ こっちからは行けんのか。ちなみにあーどうなんだ、結局上に上がんなきゃいけないのか。あれなんか怒ってる、こんなんあったっけ。あれ写真、え、何これ。一つ目扉、地下奥。おお、像の中にあるってことか。像の中っていうか、かぶってんのか。地下か、なんか雰囲気的には嫌だな。で一つ目紋章の鍵、どこに、あ、左下。うお、ここまで来るとこれか。適性のあるウサギですね。この先の仮面を手に入れるほど優秀ではなかったようですが。これどうやって電気通ってるんだコンセントの役目にもなってるのか。で、ちょっと待って、びっくりした。いる？え？これ何の音？ごっついやつか。あれなんか静まっている。ハーブじゃないのか。ここ。いやめっちゃ捕まってってか、めっちゃいるよねこの複製体みたいなやつ。マジで最低。扉近くから行くか。こっちにも扉があったのか。ここ施錠か。じゃあ左に一回行って鍵がかかってる。お、回復ってことはこれさ、自動回復しないからやっぱ有限なんだよね。いるな、どうする、倒す、外した。あーもううっとうしい、これノーダメージっけ切り抜けられん。一応威力上がってるはずなんだよな。まあそこそこだな。ここは開く。ああ、謎解きあったね。もう水は引いてるな、気持ち悪い。押す、ちょっと待って、何をどうすればいいのかがわからないからこれを読もう。矢でいる直前に沈めたのは釣った後だった。刺したのは最初でも最後でもなかった。え、ちょっと待って待って待って、これさマジでパシャって取っときたい。矢でいる直前に沈めた。ちょっとしゃべります。早くしないと消えちゃうんだよね。カッチャッと。でちょっと写真を見て拡大して、矢でいる直前に沈めた、これはなんだ？矢でいる。これはなんか縄だな。
沈めたのは釣った後だった。釣った後矢でいる直前、矢でいる直前に沈めた。刺したのは最初でも最後でもなかった。これ刺しただな。刺したのは最初でも最後でもなかった。これはなんだ、沈めたのか。沈めたのは釣った後だった。あ、なるほど。沈めたのは釣った後だった。これか、これが釣るだよね。これ多分最初で、沈めたのは釣った後だった。で、なんかすげえプルプルいってんだけど。で、刺したのは最初でも最後でもない。矢でいる直前に沈めた。なんか間違ってるっぽいな。矢でいる直前に沈めた。戻ってきてな。え、ちょっと待って、沈めたのは釣った後、矢でいる直前に沈めた。だ、矢でいる前に沈めて、矢でいる直前に沈めたんだから、沈めて矢でいて、で最初でも最後でもない。沈めて矢でいて、まず釣ったでも、釣ったのは、え、釣った、沈めた、釣った後でしょ。釣った後、沈めたのは釣った後だったら、釣った戻ってきてないよね。大丈夫だ。だ、1番、矢でいる直前に沈めた。だ、沈めた。え、でも刺したのは最初でも最後でもなかった。で、でも矢でいなきゃいけないから、あ、戻ってきちゃったよ。最初でも最後でもない、直前に。いや、難しいな。沈めたのは釣った後だった。これがこう来て、剣が来て、でこう来て、で最後にこれ。どうだ、いや、ああ、開いた開いた。剣で刺した位置がちょっと分かりづらかったね。で、ちょっと地下に降りられるようになってしまった。これはドミトレスクに追っかけられた地下かな。あの、Eさんの腕が切断されたところ、それか牢屋かな。あ、ある。これはちょっと破壊しておこう。で、アイテムになるからね。よしよしよし、 OK。 ちょっとまだパウダー系を使ってないから、いたら倒していこっか。やっぱり敵があんまり多くない限りは。アイテム、アイテムというか、一番奥の小部屋、銀の仮面やっと見つけた。でも優秀なやつらはやっぱり仮面見つけてってんのか。いや、ちょ待って、おお、変なやついる。いや、やべえやついるわ。ん？しかも。どう動いてるあいつ。一周してくるか。いや、一周はしてこないな。全然動かん。来た、これ大丈夫これ。いや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 、見つかるだろう。これで見つかる。ライト消せよっていうか。あそこなんかキラキラしてない？上の方。いきなり後ろに振り返るってことは？してきた。やばくね？あ、見つかった？あ、見つかってた。無理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 。待って。一旦ここに逃げよう。はいはい。どう？この中には入ってこない。あ、入ってこないな。リミットオブエリアだな。お、消えてった。目の前にいるのに。これライト消すとかっていう機能ないよね、多分。はあ、そこにワープしてったんだけど。
これいつの場面で行くべきだ。あそこだよね多分突破するのは。で一回振り返って向こうに行くから ここは多分見つかんないはず。壁に張り付いてほしいんだけど、ローズメタルギアソリッド的に。いやメタルギアソリッド俺実は1個もやったことないんだよね。1作品もやったことないです。おちょっと待って待って待って、で後ろであっち行くはず。こいつどこに目がついてんだ。少なくとも後ろに目はついてないよな。であっち行ったからその隙にさーっと行ってさーっとやってでさーっと逃げて、どう見つかってない。なんかおーおーおー、今度はあいつがいるじゃねえか。普通の敵が。待って、なんか見つかったもんがする。普通の敵に見つかったか、あのごっついやつに見つかんなきゃいいや。どこだ、どっちだ、そもそも地図。なんだ、どこだ。ここで何かを見つけるのか。回避がない。おお、あ、ここだ。やつらくぐっては来ないだろ、さすがに。安全だと判断する、ここは。ちょっと見てみる。わかんねえ。いや、アイテムあるけど、ちょっともう戻れないよ。取れません。あ、これ取っちゃっていいのかな、先に。お、手榴弾。すげえの。てか、帰んなきゃいけねえじゃん、これ、ここだったら。2つ目の仮面ね。まあ、2つ目、とりあえずゲットしました。あれ？いや、待って。どうやって帰ってきたっけ、とりあえず。ダッシュ。こいつはマジで戦ってらんねえわ。あれどうなってる。じゃあ、いやこれやってる間にさ、あいつ来るんじゃね。来てる。ちょっとめっちゃ構えてる。薬液を作りたい。まだあるな。1個予備を取っとこう。で、薬液使って、結構悠長にやってんな。いや、囲まれてる、めっちゃ囲まれてるよ。回れないからな。いや、いけないです。あ、回れるわ。パイプ手榴弾、パイプ手榴弾使えってこと。ここをくぐれば俺の。ちょっと待って、足りくってる。俺の勝ちだ。よし。本当に？あ、どっから来た俺。帰ろう。いや、まあ薬液とハーブ1個で済んだ。パイプ手榴弾手元に残ってんのはでかいな。使わなかったかんね。銃弾も大して使ってないし。でここ開けてさ、こっち側見てないよね。どうだ、薬液 OK。 ハーブが足りてないんだよな。向こう側から施錠。どういう鍵がだいぶかかってんな。あ、別にバイオハザードビレッジとは違うから、行けないところも完全に施錠されてんだな。これさ、これ行って大丈夫、こっち。え、行けなくね。え、行けねえんだけど、帰れなくなっちゃった。あ、開いた。あ、安全地帯。仮面は手に入れたよ、なんとかね。やばそうなやつもいて。そうする、あんなの倒せっこないよ。
これも使え。ハーブ。なんだって使わないとね。あ、白ハーブか。まあいいや。回収させていただこう。お、ダイ。ってことは3回復するってことかな。回復薬。おお、ありがたい、ここはマジで。これ結構やばいかな。まだでもオレンジか。回復じゃねえや。セーブして。で、鍵外す。鍵外す？こっちは？なんかある。ヘビ。こっちは？いけない。あ、これか、鍵外す。で、一応帰れるようにはなってんのか。ただ、こっちも行ける。外に出た。で、こっち多分行けるよね。はい。ハーブ、よし、OK。で、これ腐らせて、薬液。よし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 。あ、で、ここ行けるか。あ、いっぱいある。スクラップ。あれ、スクラップって何使うんだっけ？あ、ガンパウダー。スクラップでショットガンか。パイプ手榴弾結構あれだな。ショットガンは食堂にある。これで逃げ切ってみせる。確かにあったけどさ。鍵かかってたよね。あ、これで戻ってくんのか。戻っちゃっていいかな、じゃあ。鍵外して。あ、でもあっちからじゃないと確か行けないな。あー、でも戻れない。まあいいや。うろついてるか、やつは。で、ここが行けなくなっちゃってるから、こうでしょ。で、こっちに行って、で、こっちから戻って、帰る。下へ。書庫待ち合い。絵画の、ああ、あそこか。で、もう、降りちゃっていいや。なんかしゃがんで進もうとする。マジかよ。しぶといウサギですね。まったく。もうこれ。食堂に行こう。一旦。これは倒してたけど、またあいつって走ってるよね今俺。くそこれはもうつかないから。しかもこれさ、やられてる間に近づかれるからな。はい、安全地帯。安全地帯じゃないのここ。で、手に入れたのなんだっけ。あ、絵画だ。絵画を手に入れたから、絵画部屋に行けばいいんだ今度は、きっと。上だったよね。上も敵がいるんだよな。やっぱなるべく食らわずに、薬液はガンパウダーとかにしたいけどね。で、で、狩るものは一列、獲物を正面。これ使えるじゃん。これ獲物だよね多分。これは？これも拾えるわ。で、これ狩るものだよな。あ、クモも狩るものか。超、あれなんだ、どれだ。ヘビ狩るものか。じゃあこれ取れる。あ、取れんな。これ多分羊だよね。で、蝶、あ、蝶はクモだ。で、カエルとヘビだから、ヘビとカエル。すげえなこれ。どういう仕組みだ。マジで。これどういうつもりで作ったの。確かに。
ごもっとも、これもしかして3つ目の鍵じゃん。おお、いいね。3つ目の紋章は栄光を呼ぶ。何時進めば、ちょっと読めなかった金の仮面。その前にショットガンがあったよね、癒しの食堂に。大丈夫か、ロビー。食堂行くでしょ。これなんだっけ。あ、そうか、あれか、仮面のやつか。ここの鍵はめればショットガン取れるよね。3つ目いいじゃんいいじゃん。てか3つ目もしもう一回回収しなきゃいけないんですか。これで楽になるかな。ん、どっちだ。あ、上に手榴弾が来てんね。右左、まあ通常時はハンドガンでいいでしょう。で、台が1、あ、小2つ重なってんな。てかもう一回使ったらあれか。で、回復が1回余裕があって、じゃあ次行くのはまあ多分ここだろうね。三つ目紋章の鍵行くか。ショットガンも手に入れたし。いるのやつら、うろついてんな。あのごっついのもうろついてんな。しまった、これがあんのか。一応動きながら行っていけるけど、早く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 ここを突破すればやつは入ってこれないはず。もう早く行こう。で、ああ、ここなんか上登れるって書いてあるな。上登ってどうすんだ。え、意味が分からん。あそこに仮面があるっぽいな。まだなんだな。じゃあよし、これホワイトいっぱいあんな。薬液、あそこにあるのって仮面。ああ、やっぱそうだな。上にあるやつ、これをまず破壊してみよう。で、え、ちょ、マジか、すっげえ深いんだけど。手榴弾使うか。はい、一発で倒せる。残ったやつはよしよしよし、 OK。 これ倒したらさ、弾薬とか出てこないよね。まだいるか。早いんだよな、意外に早いんだよなこいつら。ちょっと一回撤退しよう。ここに来たらちょっと一発浴びせる。こういう時に限ってなかなか来ないからね。視界に捉えてないからか、あいつの。お、いいじゃん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 。これスナイパーとしての実力見せてやる。頭を追ってた時、お前の最後だ。 OK。 まだ他にも核があるわけ。ハーブ、核を探そう。どこだ、こっち行けんのか。よしよしよし、ハンドガンでもだいぶ溜まってきたな。で、結局こっち行くのか。鍵外して、鍵外して、どこだこれ。あれ、書庫待ち合いに繋がっちゃってるな。え、どうなんだこれ、どっかから核を狙うっていう感じじゃないのかな。あっち側に行け。え、だってもう待合所庫行ってもしょうがないよね絶対。
やっぱここで完結させるべきだよ。で、上に来たから、上から核を狙えないか、どっか。あ、あれ、核っぽいな。え、届く？これ。違うか。ちょっと、裏側になっちゃってんな。いや、あっち側にでも確かに行きたいよね。そうすると。でも鍵開けたってことはそういうこと？あそこ、あそこだな。核届くか？いや、届かんよ。ああ、向こう側だ、やっぱり。開けて。こっちから行ける？いや、行けないな。ここ行く意味ある。だって敵がいて嫌なんだけど。でもごっついやつじゃない限りは倒せんじゃない？こっちから来ないか、そもそも。頭狙いたい。4発だな。いいや、ここ駆逐しよう。いやマジかよ。食らうのがやっぱ最悪だからな。時間かかるし、しかも4、5発か。もうこの状態は危険。早でもやっぱさ、これさ、おいマジか、どっから出てきたんだよこいつ。ショットガンはね、使いたくないの、マジで。どっち行った？そう、はめられたな。もう一発も食らいたくない。よし。ちょっと弾丸使っちゃったけど、まだいんのかよ。マジかよ、走ってきたな、こいつ。なるべく頭で。ヘッドショット。3発。いやー、ここの敵は排除して、いや、結局あれだよね。やっといてよかった。その、強化してから来てるから。これやって、薬液か。結局なんか弾無駄にしただけっぽいな。やっぱりこっちから、だってこっちはさ、だいぶ遠くなっちゃうもんね。待合室の未発見アイテムありっていうの気になるけどね。敵いるんかい。生き残りか。ちょっと暗くて。え、帰ってった。ちょ、腕じゃダメだ。変なところ掴まれた。そう、余計なことしなきゃよかった、マジで。いや、頭狙うの難しいのよ。ああ、ここか、アイテム。ハンドガン6発。なんかプラスになったんだか、マイナスになったんだか、ようわからん。ここ行けないもんな、だって。あー、一応あっちに出るんだけど、うねうねがあってそもそも行けないことになってんのか。いや、ちょっとじゃあやっぱり戻りすぎたな。復活はしないよね。なんかランダムでさ、ぐじょぐじょぐじょとか言って出てくるとかって。どうにかできないかな。やっぱりこっち、あの核を、あそこにも核があるな。
これどうにかできねえかな。下か、ちょっともう一回敵を一網打尽にしたから下へ降りよう。もう少し破壊できるのか。ああ、あれ破壊できそうだな。届くか、ここからじゃ届かない。乗ろう。大丈夫。ああ、届いた。これでまたさ、やつら復活するとか。パイプ集団1個は持っときたいんだよな、あのごっついやつとの戦闘のために。まずショットガンもまあ使ってないっちゃ使ってないし、力もまあまあまあ余裕はある。どっちかというと体力がすげえ減っちゃってるから最悪。とりあえず何とかしたい。どこだ、地下。全部消えた。あー、全部落ちたな。奥になんかあるか、あれ、アイテム。敵は2体。どうする、シカとしよう。アイテムだな。あ、金仮面取って戻らなかったら。下になんか1体落ちなかった、気のせい。いいや、進んで取ろう。よし、ゲット。どうせ見てもさ、何もないもんね。やった。どこにしまってんの。え、どうした、腕。こんな時に使いすぎた。しかもやつが来てるし。囚われたか。ここはどこ。さあさあ、目覚めの時間ですよ。残念でしたな、あの結晶を手に入れるまであと一歩というところでしたぞ。さすが本物は実に生きがいいですな。特別なウサギを簡単に殺してしまうのはもったいない。もう少し楽しませていただくとしましょう。そんな顔しなくても大丈夫、簡単なゲームをするだけですから。脱出につながる核はごくわずかしかありません。さあ、本物がわかりますかな。急がないと飲み込まれてしまいますね。こんなのどうやって見つければいいの。なんか違いある。あ、大丈夫。場所を教える。残り時間は2分。どれ樽より下、ここより左、樽より下は、ここより右、樽より下。おっと、もう少しきちんと見極めることで。樽より下、わかんねえ。樽より下。90秒。あ、ありがとう。で、あ、ハンドガン弾取ろう。全然違う場所ですぞ。大きい角どれだよ。大きいのなんて、あった。そう簡単に。そうだ、1個使った。もう削るのはよくありませんな。さあ、これでいよいよフィナーレです。え、ちょっと待って待って待って、わからん。くそ、こいつ邪魔だ。嘘でしょって、もうなんか俺が嘘でしょって感じだよ。回復薬、ちょっと待って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 、やばいやばいやばい、やられた、やばい、死んだ。これは食われてんのか、なんだ、飲み込まれてんな。めっちゃ飲み込まれてるわ。という感じで、じゃあ次回はさっきの牢屋のところからリスタートしてやっていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。